おはようございます。速稼塾の久保です。今日は土曜日なんですけども、ちょっとね、昨日の相場を振り返ってみましょうか。今日使うスライドショーは昨日のスライドショー2枚と、あと今日のね、スライドショー、スクリーンショットか、これを1枚ですね。ちょっと画面を切り替えますんでご覧いただけますか。105円106円方面の方に向かうよって話だったんですけども、これが昨日の相場解説の動画をキャプチャーしたものですけども、右側の方を見てもらいます。今黄色で囲みますけども、はい、大きく上の方に、黒くなっちゃったね、すいません、赤で囲います大きく上に行ってね、ゾーンでぶつかって跳ねて下の方に行くというところまで見えてますよね。この後私が何を言ったかというと、こういうふうに上に伸びるんではないかなってことをお話しました。こういうふうに伸びているよっていうことですね。こういうふうに伸びていくんじゃないかなってことですね。数時間後じゃなくて、これからこういうふうに伸びるよってことです。これ、こういうふうに伸びると、私は昨日のいつだったかな、時間忘れちゃった昨日ね、お話しました。そして今朝起きるとどうなっているかってことなんですけども、今朝起きたら、5時なんですけども、こういうふうになってましたね。これ、何が言いたいかっていうと、おかげさまでこういうふうに伸びてゾーンで跳ね返って、私はこういうふうに行くというふうにお話したじゃないですか。そこまではまだ見えてませんけど、途中まではまだ実現してるよってことですよね。で、市場が閉じてしまったんで、この後の動きは週が明けてからしか分かりませんけども、まあここまではね、思った通りになってる。この後ここに跳ね返って下にグッと行くこともあるんですよ。うん、これね、ゾーンで跳ね返るわけですから、基本的に。でも私は今回はゾーンをぶち破って105円106円方面の方に行くんではないかなというふうに週明けを考えているってことです。よろしいですかね。はい、実際その通りになるのかどうかっていうのは週が明けてみないと分かりませんけども、こういう仮説をもとにね、月曜日見ていって、本当にそうなっているんだったら、これからの予測も立てやすいですね。ゾーンを超えてからすぐにバイでエントリーすればいいわけですから。ただゾーンを超えれずに跳ね返ってね、今度またね、セルの方に向かうようでしたら、新しい戦略を週が明けてから取らねばならないかなっていうところですね。本日は以上でございます。それからね、 FX の基礎講座中級編の方お申し込みいただきましてありがとうございました。これからね、残った返信の方もさせていただきますけども、皆さん本当に意欲満点だなと思っております。それからね、初級編の方まだね、完全に頭に入ってないよって方、これはね、しっかりと頭に入れといてもらいたいと思います。まあ、なんせ FX っていうのは積み上げでいく部分がありますんでね、やっぱ基礎用語がわからないのにずっと進んでいって、勝つっていうのはなかなか難しいです。 FX とか投資特有の言葉っていうのはありますんでね、それはちょっと頭に入れていきましょう。それを基礎に逆田語法があり、そして、手法のゾーンっていうのがあってね、それからエリオット波動なり、フォーメーション分析なりっていうのも基礎的な用語があった上で理解が進むということでございます。まあ、感覚的にね、理解する方もいらっしゃるんですけども、やっぱりこれはね、講座ですから、基礎的な言葉も押さえていっていただいて、共通言語をね、 FX の共通言語もきちんと身につけていただきたいと思います。それではね、本当はね、リアルなセミナーをね、全国でやりたいところなんですけども、こういう状況ですから、もうちょっと我慢ですね。できる限りこういうふうな動画の方でお伝えしていこうかと思います。それでは FX の基礎講座中級編の方も皆さんよろしくお願いします。それでどうしても間に合わなかったって方、ちょっと遅れますけども、月曜日もまあギリギリセーフにしときますんで、月曜日にね、お申し込みいただいた方、お振り込みいただいた方に関しましては1日遅れ2日遅れになりますけども、コンテンツの方の提供も始めさせていただきます。まだね、1日2日のもう本当遅れだったら間に合うと思いますんでね。では失礼します。